オルモックはフィリピン中部レーテ島西海岸にある都市、オルモック湾に面している、レーテ州内に位置する一級市である。市の名前の由来は古いビサヤ語で定地を意味するオグモックから。2000年の国勢調査では人口は154,297人、世帯数は31,542。 面積は490.5平方キロメートルで、バラン街の数は110。オルモック市はフィリピンで最初の州から独立した市である。レーテ州内にあるが、レーテ州政府の管轄街である。港湾や農業、林業のほか火山が多く、火山を活かした観光や地熱発電も行われている。オルモックの人々は、オルモック人と自称する。 彼らは、レーテ島西部一帯同様、セブあの語を話す。人々は、シュー都タクロバンのある、ワライご県のレーテ島東部よりも、海を挟んだ、セブ島に関わりを持つ。多くのフィリピン人同様、オルモック人も多くは、カトリック教徒で、町の守護聖人を祝う祝典を、年一度行う。また、年中を通して、カトリックに関わる祭典が行われる。 1991年11月、オルモック地域は台風25号に襲われ、鉄砲水閉じ滑りで5000人以上の死者を出した。特に、オルモック市に被害が集中している。2013年11月にも、最盛期の中心気圧895ヘクトパスカルという、数十年に一度の規模の台風30号が、レーテ島に上陸、オルモックを通過した。当初、 被害情報は、レーテ島の中心とした黒番とその周辺に限られていたが、タクロンに向かおうとした各報道機関が、空路での輸送量の限界からセブからの回路で、オルモックに上陸したところ、被害はオルモックを含むレーテ州全体に及んでいることが判明した。ありがとうございます。